でも中に2個入れてますんであるのですごく強度が強いです。もう頭を引っ張っても全然ずれないので、いるスタイリストのぶなさあゆくみです。今日は崩れにくいお団子を紹介したいと思います。ゴムの使い方やピンの、留め方など他にも応用できるのでよかったら見てください。手先巻いてあってオイルをつけてある状態から今日もスタートしていきます。でまずはこの耳の横から半分にジグザグに取ってあげます。このアレンジは崩れにくいお団子をやっていきます。この時にお団子にしたい位置をここで決めます。今回は少し高めでお団子をしたいのでここで一度結びます。で上の方を引き出していきます。私はすごい鉢が張ってるのでここが一番高くなるようにちょっとオーバーめに引っ張ります。ここでお団子したんですがそこに近づけるように上の部分も持っていきます。2つに分けてあげることによって強度が増します。あとはね、髪の毛の量がすごく多い方とかにもおすすめです。また硬い髪質の黒髪とかの方とか結構癖っ毛で剛毛な方とかこれをやってあげるだけで運動してても崩れないお団子になると思います。でお団子してあげて上踏み程度2本してあげたらこれとこれをここにまとめるイメージで結んでこの毛束をねじりながらどちらもいいです、好きな方にねじりながらここでお団子します。でお団子してこの余った毛束を土台の髪の毛に巻きつけてピンで止めてあげても大丈夫です。でまたゴムを持ちながらいろんな方向に裂いていきます。でここでピンを使います。お団子にした部分をピンで止めるんですが崩れにくいように止めるピンの止め方としてこのまま頭皮に沿って刺すんではなく一度頭皮に垂直に当ててその後下に折り込んで上に刺す。この動作は一度頭皮に垂直に当てるっていう動作がすごく大事です。頭皮に刺して結んでたゴムに向かって刺す。そうするともう全然振っても出てこないです。髪の毛の量が多い方は1、2、3、4本ぐらい止めてあげてもいいかもしれないです。1本だけでもこの止め方だとすごく強度が強いのでこうやってやみくもに引っ張り出しても崩れてこないのでゆるふわお団子を作るといつもどうしても崩れちゃいますっていう方はこのピンの留め方してみてください。すごくおすすめです。でゴムも中に2個入れて結んであるのですごく強度が強いです。もう頭を振っても全然崩れないので1日私とかだと営業してても崩れないお団子になります。あとはお好みでここのお土産のところとかあとは襟足のところとかに遅れ毛を出してあげても可愛いです。上にシュッシュつけてあげてもピンとかリボンとか巻いてあげても可愛いので何でも使えるアレンジになってます。